皆さんこんにちは。 JNW へようこそ。日本を訪れた外国人に日本で驚いたことについてアンケートを取ると、その一つに清潔さが多く挙げられます。日本の街にはゴミが散乱していることはなく、電車や地下鉄といった交通機関も掃除が行き届き、きれいに保たれていることが外国人にとってはとても印象的に映るようです。食べ終わったものをセルフで片付ける仕組みの飲食店であっても、ゴミ箱の周りが散らかっているような光景はほとんど見かけません。そんな外国人たちが驚く日本の清潔さですが、あるアメリカ人が来日した際に飲食店で清潔感あふれる光景を目の当たりにし、強い衝撃を受けたそうです。その光景は自国との大きな違いに日本との差がひどすぎると強いショックを受けたといいます。そして嘆きの声とともに画像を SNS 上に投稿したところ、多くのアメリカ人からコメントが寄せられることとなりました。そこで今回はアメリカ人が感じた日本との差に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私、リリがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。日本を訪れたアメリカ人が見た衝撃の光景とは、床や壁なども含め全てが綺麗に保たれた個室のトイレ、光り輝く美しいトイレの光景に神々しささえ感じたそうです。アメリカ社会は経済格差が激しく、一部の富裕層が訪れるような高級店舗などは綺麗なトイレ環境が整っていますが、一般的なスーパーやカフェなどのトイレはトイレットペーパーやゴミが散乱していたりと、日本とは比べ物にならないほど汚れています。公衆トイレもいつ清掃が入っているのかわからないほど汚く、数も圧倒的に少ないそうで10万人に対して8個しかないという統計も。さらに治安の問題もあり、一部の店舗ではトイレを借りるときに店員から鍵を借りないと使えない不便な仕組みとなっているようです。そんな不便で清潔感のないアメリカのトイレ事情からすると、日本のトイレに驚くのも無理はないのかもしれません。清掃の行き届いた日本のトイレ、強い感動を覚えるほどの神々しいトイレの光景を見たアメリカ人は、あらゆる面で日本に負けていると感じたようで、次のようにコメントしています。清潔さと経験さは隣り合わせとも言うが、まさに日本のトイレに神を見た。その衝撃と感動は大きく、アメリカでの衛生教育や衛生面への税金の使われ方にまで疑問を抱くほどだったようで、アメリカのトイレの汚さはどういうことか教えてほしいとも問いかけています。この投稿は日本のトイレの清潔さやアメリカでの税金の使われ方にまで話題が盛り上がり、多くのコメントが寄せられました。早速アメリカ人たちから寄せられた声の一部をご紹介していきたいと思います。日本はトイレだけでなく社会全体が清潔さに満たされていて、まさに神がかっていると言えるね。日本のトイレを使うとあまりの快適さに今までの人生がものすごく損をしていたような気分にさせられるんだ。確かに日本のトイレは神々しさを感じるね。綺麗すぎて眩しいくらいだ。日本旅行から帰ってきた人たちと話をすると、観光名所の話よりもトイレの話で盛り上がるんだ。笑っちゃうよね。私の地元のお店のトイレは比較的綺麗な方だけど、残念ながら治安が良くないから使うときは注意が必要だわ。日本のトイレを知ってからはもう何年も日本製のウォシュレット式トイレを使っているよ。最初は友達にからかわれてたけど、今ではみんな大絶賛さ。日本でもあまり綺麗じゃない公衆トイレはあった。でもほとんどのお店のトイレは清潔で快適な環境だったよ。アメリカでは軍事費とかばかりが優先されるから、本当に必要なことに税金が使われていない気がする。衛生教育にもしっかり投資してほしいよね。税金の使い道というより店舗の運営の問題だと思う。もちろん公共のトイレに税金を使ってちゃんと整備されればそれは嬉しいけど、この国では無理だろう。自分が知る限りではこんなに綺麗なトイレをアメリカで見たことはないな。いつ掃除をしているんだろうって思うよ。たかがトイレという問題ではないような気がする。こういう細かいところが日本との大きな差になっているということに政府は気づいてほしい。国によってトイレ事情は様々ですが、日本のトイレは清潔さが際立った環境のようです。海外では使用済みのトイレットペーパーは水に流さずゴミ箱に捨てる仕組みのところもあれば、水で汚物を流す仕組みがないような国もあり、とても衛生的とは思えないトイレ環境が多くあります。また床などを汚してもそれをきれいにするのは清掃員の仕事と考えている人も多く、汚れたトイレを自分で片付けるという考えがありません。そういった環境と比較すると日本のトイレは圧倒的に衛生的で、ウォシュレット機能や脱臭機能など海外にはないような衛生機能も充実しているため、利用者のほとんどが称賛の声を上げているのです。衛生面に特化した機能としては、便座や蓋に触れずに開閉できる機能や、ウォシュレットのノズル部分にセルフクリーニング機能がついていたりと、日々進化しており、今では日本の一般世帯普及率は 80% を超えるほどになっています。綺麗好きな日本人だからこその数字とも言えますが、外国人も日本のトイレを体験すると、その快適さに感動し、お土産に買っていく人も多くいるそうです。そんな衛生的で多機能な日本のトイレは、海外のネット上でもたびたび話題になっているのですが、清潔感が保たれている要因は、日本文化と学校教育の影響が大きいようです。身の回りや公共の場をきれいに保つことは日本文化の特徴の一つで、その背景には神道の影響があると言われています。神道の世界では、八百万の神と呼ばれる無数の神々が存在し、自然界や日常生活のあらゆるものに神様が宿ると考えられています。神様の住まうところはきれいにしておきましょうという教えがあり、日本の文化や伝統に深く根付いているのです。神様はトイレにもいるとされ、うすさま明王という名で一部の民間信仰や風習で知られています。川谷神とも言われ、あらゆる不浄を焼き尽くし、清浄する神として崇められ、トイレに花を飾る習慣は、川谷神を祀ったことが始まりともされています。また、教育現場においても衛生教育が取り込まれており、教室や廊下、トイレなどの掃除を生徒たちが行うことで、公共の場を清潔に保つことの重要性やマナーなどが教えられています。生徒が自ら学校を清掃するというのは世界的には珍しく、多くの国では清掃員が行うことが一般的で、生徒は自分で汚したものを自分で掃除をするという教育を受けていません。近年この教育システムは海外から注目されており、環境教育に良いという理由から一部の学校でも取り組まれ始めています。しかし文化が異なることもあって賛否両論のようです。衛生教育の行き届いた日本では、清掃員がいない店舗においても従業員が数時間おきにトイレの清掃を行うことが当たり前となっており、利用者側も次に使う人が嫌な気持ちにならないようにと、きれいに使うことが当然とされ、マナーが守られています。教育における影響は大きく、国民全体に衛生観念が行き届いているからこそ、トイレを利用する側も清潔なトイレを望み、提供する側もその要望に応えることが当然とされ、清潔な環境が保たれているのです。このように文化的背景や衛生教育により清潔さを維持することが日本社会では当たり前となっています。日本のトイレを体験した外国人たちは自国との違いに衝撃を受ける人が後を絶たないようで、今回話題となっていたアメリカ人の投稿にはまだまだ多くの声が寄せられています。最後にそんな声をもう少し見ていきたいと思います。アメリカはもっと衛生教育に投資をするべき。他国の支援とか軍事費とかに大金を投じている場合ではないよ。我が家でも簡易版の日本のウォシュレットを購入したよ。既存のトイレに設置できるタイプだから簡単に取り付けられて快適だよ。自分の家でも感染症対策として日本のトイレを設置したよ。二度と元には戻れなくなるね。日本とトイレほど清潔で快適なトイレはないよね。快適すぎてそのまま座って寝てしまいそうになるよ。トイレの個室全体が清潔感に溢れているのは本当に驚異的。アメリカのトイレと比較するのが恥ずかしくなるわ。さらにウォシュレットまでついていて素晴らしいとしか言いようがないわ。私の地域では未だに水を汲んだバケツを使ってお尻を洗っているよ。トイレットペーパーすら使ったことがない。清潔とは程遠い環境だね。日本のトイレを体験してしまったら問答無用で自宅用を買い揃えてしまいそうで、ある意味日本に行くのが怖く感じるね。なんでアメリカは清潔な環境とかインフラ整備とかに税金を使わないんだろう。争いごとにばかり税金を使っているのが信じられない。快適な生活環境に税金を使えば争いが減るような気がするんだが、税金の使い方が間違っているとしか思えないよね。まだ日本のウォシュレットを体験していない人はぜひ体験してほしいね。人生を変えるほどの体験になること間違いなしだよ。いろんな分野で日本との差を感じることはあるけど、トイレ環境は絶望的なくらい差があると思う。日本の清潔な環境が羨ましいよ。新型コロナの感染症対策でトイレの衛生環境を良くしようと思って、日本のトイレを我が家でも導入したんだ。使ってみるとあまりにも快適で、なんでもっと早く気づかなかったんだろうって後悔しているよ。日本では本当にトイレに神様がいるって信じられているんだよ。清潔さと経験さが隣り合わせってのは本当のことさ。サウスパークってアニメで日本のトイレを題材にしたエピソードがあったよ。高級で高品質で素晴らしい商品だって紹介するような内容だったな。アニメのテーマになるほど注目されるってすごくないかい？ネットショップでも簡単にウォシュレットを購入できるよ。そんなに値段も高くなく、既存のトイレに設置できるタイプで便利。本当はTOTOのウォシュレットが欲しいけどね。アメリカのウォシュレットの一般世帯普及率は 10% 程度らしいよ。日本では 80% 以上の普及率だからね。まだまだ大きな差があるのは事実だよね。みんながきれいに使うことを心がければトイレは汚れにくいし、掃除もしやすくなるのに、汚いものには目をつぶって対応するのがアメリカ人だよね。掃除をしない店が悪いのか、汚く使う利用者が悪いのか、多分どちらかのせいにしようとする考え方が一番悪いんだろうな。トイレって汚いところなはずなんだけど、日本のトイレを見ると最も清潔な場所に思えてくるね。今までトイレが快適な場所だって思ったことは一度もない。臭くて汚くて、用が済んだらすぐにでも脱出したい場所だと思ってたけど、日本のトイレは全く逆なんだな。違いが大きすぎて混乱するよ。綺麗なトイレを見ると自分も綺麗に使って汚しちゃいけないような気持ちになるよね。日本では自分の家の前の道路に枯れ葉やゴミが落ちていたら掃除をする人をよく見かけます。外国人からすると自分の敷地外を掃除することは珍しい行いに移るそうです。日本人からすると何気ない出来事ですが、衛生教育が行き届いている日本だからこその行動とも言えそうです。トイレを掃除するのは店側の仕事と割り切る考えが間違っているわけではありませんが、次に使う人が気持ちよく使えるように、マナーを守った使い方をするのは日本文化の素晴らしい一面です。店側だけではなく、利用者側もマナーを守るからこそ、トイレの清潔さが保たれているのだと思います。トイレの神様もそんな日本人を誇らしく思っているのではないでしょうか。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。